チョロギは、ひそかの多年草の植物、あるいはその根にできる食用とされる球根のように見える、海景部分である。学名は、ステーキスアフィネス。中国が原産で、日本には江戸時代に伝わった。チョロギの漢字表記は、多数ある。その形が、石海湖の腹を思わせることから、チョロギと書かれたり、音から、低ロキ、低ロキと書かれたりする。 祝い事の際に食べる場合、縁起を担いで、長老木、長老木、長老、高、千代ろきなどと書かれることもある。もともとは中国語の長老木を日本語読みにしたものではないかと言われている。またその形から、ネジイも、ホライモと呼ばれることもある。他に、貫通子、宝刀祭の名も、高さ60センチメートルほどに育ち、6月から7月頃に、 薄い青紫の花を咲かせる。10月から11月頃に根にできる会計を収穫し、食用とする。日本では東北地方を中心に栽培されているが、京都など西の各地でも栽培されている。西日本での収穫期は東北よりもやや遅く、12月頃になる。縁起物なか、休校植物としても利用される。チョロギの会計。元の色は白いおせち料理の 赤く染められたチョロギと黒豆に赤梅酢で漬けた紅色のチョロギ。真っ赤に染めた着色品も流通しているが、本来の梅酢で漬けたチョロギは鉱色を提出。海景は長さ1から3センチメートル程度の巻き貝のような形をしており、泥を落とすと白い。この海景を塩漬けにしたり茹でたりして食べる。ゆり根に似た食感、生姜のようにピリッと辛い味がする。 塩漬けの場合、4から5日ほど漬けた後に、梅酢やシソスに漬けて赤い色を漬けることが多い。この赤く漬けたチョロギは、正月のおせち料理によく用いられる。おせち料理ではそのまま単品として用いられるほか、黒豆を煮たものに添えて供されることも多い。その他の調理法としては、天ぷら、吸い物の具、擬温漬けなどが挙げられる。 チョロギは中国からヨーロッパにも伝わり、フランスでも食用とされる。フランスではクリーム煮やサラダとして食べることがある。フランスでジャポナイセと名前につく料理には、なぜか必ず付け合わせにチョロギを盛り付ける。稀に、チョロギは、魚との食い合わせが悪いと言われることがある。また、体温を下げる食べ物としても有名である。本草項目には、除風破血、下記精神とあり、 外からの病の侵入から体を守り、地の滞りを直し、気を沈め精神を安定させる効果があるとされている。ありがとうございます。